パリ十区の一パリ十区の一パリの十区はフランスの首都パリ市を構成する二重の行政区の一つである。第十区パリ十区とも言う。市中央部の北東に位置している。パリの十区は市中央部の北東にある行政区アントルポクと呼ばれることもある。区域は五角形に近い形をしており、東部をサンマルタン運河が縦断している。人口は 89,612人、1999年。人口の水位等詳細については口述。区の名称は、市の中央部から時計回りに螺旋を描くようにして、各区に付けられた番号を元にしており、遠区は、その10番目に当たることから、10区と名付けられた。パリの主要なターミナル駅である、パリ北駅とパリ東駅がある。パリ10区の詳細地図。 ブール・バール・レ・ストラス・ブール、ビュー・バージョンズ・ル・ノール、プライズ・ジュカル・フール・アベック・ラ・リュ・レオ・ミューア、10区は、パリ中央部の北東に位置している。セーヌ川の北の地域であり、モンマルトルの丘の南東に位置する。区の東部は、サン・マルタ・ヌンガにより、南北に分断されている。面積は、2.89平方キロメートル。北は、同じパリの行政区である18区に接し、 北東の一部から東にかけては19区に接している。南は、セバストポル大通り伊勢は2区に、同大通り伊東からレピューブリック広場までは3区に、レピューブリック広場伊東は11区に接している。西は9区に接している。レコル貯水チ、パリ10区、カルティエ区分図パリの行政区は、それぞれ4つの地区に区分されている。10区を構成する4地区のと名称は、 次の通りである。10区の人口は1881年に159,809人となりピークに達した。しかしその後は減少を続け1999年には6割弱の89,612人となった。2005年の推計では88,800人と見積もられており人口のさらなる減少が見込まれている。また、 人口の減少とともに人口密度も減り続けており1999年の人口密度はピーク時の6割弱の3986人となっている20区のうちでは11区に次いで2番目に人口密度が高くパリの平均人口密度の1.3倍である人口の推移の詳細は次の通りである 2015年11月13日パリ、同時多発テロ事件が10区の飲食店で発生し、発砲による死者が出た。第10区役所メトロコロネルファビアン駅のギマール作室入り口パリの広場は、しばしば2以上の道路が交差する場所に位置し、中心の島を道路が周回するロータリー以上の交差点となっている場合が多い。中心の島部分は、 オベリスクや緑地等に利用されている場合もあり、エトアール外線門があるシャルルド・ゴール広場は世界的に有名である。10区の広場や交差点には次のようなものがある。ありがとうございます。